一条家の軍勢は長宗我部軍の奇戦を制して進軍。戦いは一条軍が優勢で進むかに思われた。なんじゃと。しかし長宗我部元親は一両不足と呼ばれた軍勢で即座に兵を集め、四万十川で一条軍を待ち構えていた。おのれ、矢を追いかけよ、防ぐのじゃ。申し上げます、長宗我部勢、ここよりはるか北を渡り我らを挟み撃ちにせんとしております。そうはさせんぞ、手勢を分けよ、北へ向かえ。だがこれは元親の策であった。狙い通り一条兼定が軍勢を二手に分けると、その隙に元親は全軍に渡河を命じる。土佐も四国も我が物とする。こたびの戦はそう手始め、おのども我に続け。一条軍はひとたまりもなく壊滅。鬼若と呼ばれた長宗我部元親、面目躍如の一戦であった。